人気グループ、なにわ男子の西畑大和が9日、演映が、忌み返島、機械島生配信イベントに、歌した。司会の名田義部からのむっちゃぶりで、かラメ戦であざと可愛い一言を、お願いされ、西畑は、怖くなったら俺の手握ってくれても、えでと、本領発揮。観客がいない場とあって、こういう空気になるのよ。と、大焦りの西畑だった。出演者一同、ふう と、大盛り上がりとなった。犬、村、樹海村、牛首村の、恐怖の村シリーズを生み、した、清水隆監督と東映が再びタッグを組む、本作。VR 研究チーム新世界に次々と降りかか、不可解な死と謎、解き放たれた、赤い女の怨念、赤に染まる島、現実と仮想という二つの空間、かつてないほどの恐怖が待ち受ける。西畑は、 科学的なことを信じないクールな天才の丘、もの、片岡智彦を演じる。この日は、イコマリナ、平、イラ、水石アトム、川添ノア、伊藤歩美、清水隆監督、参加。冒頭には、霊能力者、占い鑑定士のパート、水木氏も登場すると、映画を二度鑑賞して、彼、西、の後ろにいたのよね、と、爆弾発言。その場ので、モが、何が、 とどよめかせる中、守護霊なの、守護神なのか、西畑君を見てれば見つけられるかも。私は見ましたと証言し、その場を、さとさせた。イベントでは今作に関する悔い、や、オフショットを見ながらのトーク、視聴者、質問に回答するなど、わきあいあいと、森植える反面、途中、伊藤の怖い話の途中に、西畑は、QBGM やめて、とびくびく。 さらには、話の途中で声が、らなくなり中座。マイクトラブルが急に、と説し、やめてよと嫌がって、怖がりな一面ものぞ、せた。さらに大ヒット奇岩ケーキの登場では、嘘くを吹き消すとその場が、真っ黒になり、作の恐怖の象徴とも言える赤い女い魔女、登場。女性陣が、大騒ぎとなる中西畑は本気、嫌そうな顔。本間東映さんは、 ドッキリ好き、金、今女たくさん見る、と眉をひそめてい